はいどうも、一人暮らし YouTube Vlog です。今日はステーキがすごい安く売られてたんで、これは作っていきたいなと思います。とりあえず肉はね、刺しとけば柔らかくなるって多分子供の頃から教わってきたんで、刺します。自由憲法八家64条。今から夜勤なんですけど、あと1時間でね、もう出勤しなくちゃいけないってことで、結構急ぎ目なんですけど。ファイヤー、ミストファイヤー、お願いします。なんか肉って休ませたらいいみたいなの聞いたんで、お休みコロリにしてあげます。ちょっと休んどいてもらうよ、お兄さん。野菜というかもやし炒め完成です。ってことで、有給休暇消化しまくってたこのステーキをついに働かせたいと思います。結構いい感じな、うまそう。はい、ということで、スーパーミニステーキランチ、違う、スーパーミニディナーステーキ&もやしができ、ワンプレートできました。はい、ということで、結構時間が、あと20分ぐらいで家を出る、あと30分ぐらいかっていう感じなんで、ちょっと急ぎで食べていきます。